お花紙で大きな水栓を作りましょう。大きいので作りやすく、広い壁面を飾るのに便利です。黄色2枚、オレンジ1枚のお花紙を重ねて、6等分の蛇腹折りにします。オレンジ色が外側に見えるように折りましょう。それを半分に折ったら、赤い線の部分を切り取ります。オレンジ色が見える輪の部分と矢印の部分は切り取りません。切り取ったら広げて真ん中をホッチキスで留めます。蛇腹を開き、折り山を押さえて平らにします。オレンジ色のお花紙だけを根元まで引き出します。根元をしっかり押さえ、オレンジ色のお花紙をひとまとめにしたら、先の部分を2センチほどまっすぐに切り落とします。花びらと花びらの間を破って、一つ飛ばしに上下になるようにします。手前に3枚、後ろに3枚になるよう形を整えましょう。茎と葉は緑色の画用紙を幅2センチ、長さ36センチに切ったものを使います。八つ切り画用紙の長い辺が約36センチです。葉にする2枚は真ん中に折り筋をつけ、先を丸く切ります。あとの1枚は茎になるので折り筋はつけません。茎の先に花を貼り、葉を少しねじって茎の根元に貼ります。この時、葉の先が花びらに少しかかるように斜めにします。葉と花びらが重なるところをスティックのりで軽く貼ります。これをたくさん作って壁面に飾りましょう。一つ一つが大きいので、広い壁面もあっという間に飾ることができます。椿や桃の花、雪などと組み合わせて季節の壁面を飾ってみてください。